こんにちは。 NHK 連続テレビ小説おむすび、大まかなあらすじです。ネタバレになりますのでご注意ください。今回は11月4日から8日放送第6週うちギャルやめる件と、11月11日から15日放送第7週おむすび恋をするです。それでは第6週うちギャルやめる件から見ていきましょう。ギャルをやめると宣言したゆいは、書道部にも退部届を提出しました。平日の放課後と週末は実家の畑仕事をする日が続きました。そんな中、あゆみが栄吉に頼んで家族全員を集めてもらいました。その席であゆみが言い出しました。家族揃って神戸に帰りたい。愛子とかよはあゆみの意見に賛成しました。まさとは神戸に帰りたいものの、理髪店をやる資金がないことと、糸島にも少し愛着があることを打ち明けました。栄吉は反対します。そしてゆいは、高校卒業してもずっと糸島にいると猛反対しました。ある日、あゆみを若い男性が訪ねてきます。それはあゆみの付き人の佐々木優馬でした。大女優のあゆみがいなくなって現場は大混乱していると言いました。それを聞いた栄吉は糸島中に吹聴して回ります。あっという間にあゆみが東京で大女優になっているとの噂が広がってしまいます。ある日、農作業をしているゆいを翔也が訪ねてきました。いちごジャムを持ってきてくれたのです。翔也はゆいが農作業をしているのを見て言いました。また最初の時と同じ寂しそうな顔になっている。ゆいは書道もギャルも全部もうやらんって決めたと言いました。さらに、どうせ一生懸命やっても意味ないけん、どうせいつかみんな消えてしまうけんと言いました。そんなゆいに対して翔也は、来年エースになり甲子園に行くと宣言し、一生懸命にやることの意味を証明してやると告げました。ゆいは翔也の思いを聞いて立ち去ろうとしますが、その場で倒れてしまいました。翔也に助けられたゆいは病院で過労と診断され、家に戻り部屋で眠っていました。知らせを聞いたあゆみは慌てて帰ってきます。そして寝ているゆいのそばで涙を流しました。その晩、あゆみはゆいに謝罪してあの時の話をします。あゆみはマキと約束をしていました。私がやりたかったことは全部マキちゃんがやりたかったこと、ただマキちゃんの代わりの人生を生きているだけ。翌日、ハギャレンのメンバーがゆいが倒れたと聞いて心配して米田家にやってきました。あゆみは大女優になっている噂が広まっていることを知って、ハギャレンのメンバーと米田家の人たちを連れてスナックに行きました。カラオケに映し出されていたのがあゆみでした。東京に行った当初は雑誌のモデルをやっていたが、現在は事務所も変わり撮影モデルをしていたのです。家に戻ったゆいはあゆみに言います。うちにはお姉ちゃんがずっとマキちゃんと生きてるように見える。私はやりたいことをやってマキちゃんとの約束を守っているお姉ちゃんが羨ましい。私は頼まれてギャルをやっただけだし、やりたいことなんて何もない。あゆみはクッキー缶の中からセーラームーンを取り出します。我慢なんて何もしなくていい。子供の頃みたいに自分の好きなことを思いっきりやればいい。その後、あゆみに手伝ってもらったゆいはギャルに変身します。変身したゆいは両親に宣言しました。うちギャルやりたい、書道もやりたい、これからもっとやりたいことできるかもしれないけど全部やりたい。マサトと愛子はゆいの気持ちをしっかりと受け止めました。そしてあゆみは東京にもう一度向かいました。東京で仕事を片付けたら糸島に戻ってくると笑顔で約束しました。続いて第7週のあらすじを簡潔にご紹介します。第7週はおむすび恋をするです。ゆいはハギャレンの活動を再開します。また過労で倒れた時に助けてもらったお礼のために、ゆいは翔也のために手作り弁当を作りました。そんな中、ゆいは翔也への恋心を自覚し告白しようとしました。しかし翔也はゆいの告白を制止し、ゆいに告げました。自分が甲子園に行けた時、自分からゆいに告白するつもりだ。今気持ちを打ち明けてしまうと、
甲子園への決意が揺らいでしまいそうなのだと。翔也が甲子園に行けないまま、ゆいと翔也は高校3年の夏を迎えました。翔也は甲子園出場の最後のチャンスの試合に挑み、ハギャレンは翔也の応援に駆けつけました。しかし翔也が所属する福岡西高校野球部は決勝戦で敗退。翔也は甲子園の夢を叶えることはできなかったものの、すぐに前を向きました。翔也は社会人野球を経てプロになると宣言します。プロになったら今度こそゆいに告白すると翔也はゆいに約束しました。一方、高校卒業後の進路を決められずにいたゆいはようやく進路を決めました。ゆいが選んだ進路は栄養士になるために神戸の専門学校に進学するという道でした。同じ頃、雅人も神戸で理髪店を再開するかどうか考え続けていました。そしてカヨに背中を押される形で神戸に戻ることを決意しました。英吉は雅人一家が神戸に戻ることに反対しました。しかしゆいに説得され、ついに英吉は雅人の決意を受け入れるのでした。今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。